明の飽きないチャンネル。角さんが全ての言葉を作った上での台本なんです。スッと入ってけえへん。どういう意味なんですか？ケンパーター、オキテヘンジャー、クルムンドは、ばあさん、このオキテの門には誰一人入れてはいかんのだ。タバドン聞いてちゃ、トントンミミンガ、ドンキミミンガ。ケンコニーニーケンパ、ケンパペコニーニー、ペンコニーニーケンパ、ダ、ペチャ、ペチャ。ハム、ガム、タタン、チ、パーパスケンパ、シ、シ、ミニーケンパ、ダ、ペンコ、ペイ、ペンコニーニーケンパ、ダ、オキテ、オキテクルムンド、ダ、オセコンダ、パーパスチンコムニー、ドン、パッドン、テス、テス、パーパスです。ハム、パーパー、ダ、ホセコンダ、パスパスダ、ドン、パー、ドン、パー、チェス、ダ、ラーメンシー、ダ、ホセコンダ、ダ、ラーメンシー、ダ、ホカ、ファンタスティラーメン、ダ、ケンポチンコムイビン、ケンパー、シーケンパー、パスパスキンポ、シーパスパスキンポ、チンコダラーメン、ダ、パーパー。あー。もうわかった、俺は。ほな、もう、これ立ち合うから、ほな、いらない。朗読で書いてる。はい、朗読で書いてる。ケンパドキヘンジャークルムンド、パパドンキペチャ、トムトムミミンガ、ドンキミミンガ、ペンコニーニーケンパ、ケンパペンコニーニー、ペンコニーニーケンパ、ダペチャペチャ、ハムガムタタンガ、シパツパスケンパシ、七、ニーニー、ケンパ、ダ、ペンコ。ペイ。バ、バ、ペンコ、ニーニー、ケンパ。ケンポ、ジ、ペスコ。ギ、ケンパ、ケンパ。ギ、チョム、チョム。ダ、ケンパ、ケンパ。コジョムンド、デポン、デポン。ペンコ、ニーニー、ケンパ、ダ、オキテクルムンド。ダ、ホセコンタ、パツパチンコムイム。ダ、ペイ。ダ、パンパ。ダ、ギ、パンパ。パ、シ・ムントス、ダ・ムントス、ダ・ダ・ダ・ペイ、ケンパ、シ・ケンパ、パツパツ・キンポ、シ・パツパツ・キンポ、チンコ・ダ・ラーメン、ダ・パンパ。ちょっともう読んでる時どこが何かも全く分からなくなりました。はい、あと、まあ、なんだろう、決して卑猥な言葉ではないんですけど、はい、まあ、なんだろう、他国の文化がちょっとずつやっぱり入ってきてるっていうのもあって、進歩っていうのが、ひょっとしたらこれは恥ずかしい言葉なのかもしれないっていう自覚は、実はあるんですよ。はあ、なので言うときはやや濁している。チンコの後に点打ってますけど、あ、これつなげて言っちゃうみたいな。チン、テンコムイム、テンコムイム。まあまあそうです、まあ、それはまあ個人に任せますけど、はい、今チンコってはっきり言うたなってならんかったらいいって。ああ、今のは何ですか？本番とか。え？え？本番とかは。いや、俺も分かってない。え？どういうこと？今やったわね。なのでもう終わったと。え？なんで？なんで終わったと思う？いや、本番かなって勝手に思ってました。え、だできてないよ、全然。できてなかった。うん、全然できてないのに、なんであれで終わりやと思う。いや、すみません。本番のつもりでやる。え、なんで笑ってんの？笑ってます。笑ってる笑ってる、なんかニヤニヤしてるから、うん、緊張で。あ、ほんま？はい、なんで終わりやと思ったかな。もう一回じゃあ、あんだけ真剣にさ、あの、まあ、ちょっと引き締めてほしい。あと、じゃあちょっと王様がツッコミなんですけど、はい、弱い。やっぱり強く。あ、そうですね、それはそうですね。ハムもガムも、はい、あってならない。はい、そうです。ペンコニーニーケンパダオキテクルムンドダホセコンタパツパツティンコムイムダベイダダホセコンタパツパツシーグニョルシベイシーホセコンタシーテスコダペスコダ
どうどうどう、うん、いいんじゃない、いいね、いいと思う。で、分かった上で動いてんねん、うん、もう今、うんうんうん、なんか、そうやったらなんかもうちょっとこっちってこれぐらいの、なんか全然進んでない分かった、うん、もう一回やって、間違ってない、間違ってない、それが意見は、だ、だ、だ、ポンポデボン、デボン、ペチャ、ニーニ、ダダ右に迷った王様は薄汚いかも知らない、だ、パンパ、おい、それは何だ、だ、パンパ、ドン、言ってくれな、そう、さっきペイがなかったの、これこのダーダーさんの最後のさっき言ったからじゃん、そうやけにバラバラだからさっき言ったからじゃん、これ分かっただけでも言おうと思ったけどな、さっきいや、言うてくれたらいけたけど、堀さん全体的に声上げてくれへん、ちっちゃかったです、うん、意味は分かって言ってるとは思うねん、ちょガシャって当たるのダペイ、おい、そう、ここの変化も熱くなっていかんと怒っていってるから、うん、そのダペイじゃないんだ、そこでダペイとか言ってくれるとダペイ、ツッコミってそういうことやな、シーペチャシーチンコシーケンパータチンコダ、あと、なんかチンコってはっきり言ったらなんかダメです、そうです、シーペチャシーチンコシーケパタチンコ、あそこをもうちょっと言って聞かせる感じです、シーペチャシーチンコシーケパタチンコ、チンコ、チンコ言うね、よく言うからチンコ、どうでした、うん、結構ツッコミのこの王様が大事やと思うな、そうだね、ちょっとツッコミの声が大きすぎるというかバランスが悪い、なんかずっと同じツッコミ方してるって感じですよね、一緒なんで、なんか強弱がない、うん、なんか機微がないですよね、まあもね、うん、そう、あ、確かに、まあもね、後半ずっとこのトーンで言っとけばいいんやろみたいな感じやったから、うん、理解して、うん、ツッコミってそうじゃないと思う、優しくツッコむところがあったり、一回強めに突っ込んでもう一回同じミスした時にもう一個強く怒るやろうし、なんかそういうのをこういろんなのを見せてほしいから、僕学生でこれやってた時王様の役やったんですけど、はい、ちょっともうちょっとなんか強いというよりは言うことを聞かない家来に右往左往する感じがあった方が、だからもう遊ばれてるみたいな感じってことですよね、その感じはゼロでした、だから俺らはあの感じでいいと思う、うん、今喋ってあるか今つのさんが言うてんねんから一回つのさんやってほしいっすでも見ちゃうとまんまコピーみたいになるから俺それも違うと思うねんな、引っ張られそうな感じ、うん、正解を見ちゃうと俺ら正解だって見られへんねん、ずっとでも自分らなりにさ、自分なりにここまで来てるから王様も早く来てほしい、自分なりにその予防だけじゃなくてね人生を変えた一曲って何なんじゃん、キャプテン、皆さんこっち座って聞きます、ちょっと座ろう一回、なあ椅子持っといて一個、どの椅子でもいい、一個持っといて、ここ、こう置いて、え、まず名前と年齢と、あなたの中で人生変えてくれた一曲教えてください、座っていいですか、はい、山名文勝、40歳です、
人生を変えた、一曲はクレイジーゴナクレイDRF の、はい。でそれ歌ってもらってもいいか。山田君にとって人生を変えてくれた曲やと思うから、でまあ歌詞途中わからんようなところも適当に自分なりに埋めてもらって、ああうんうんうんああうんうんうんああうん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 、ダイヤを散りばめてるような夜景を車から見てるよ、カラオケも飽きちゃった頃でも腕に手を絡ませればご機嫌、何が一番大切なの聞きたいけどなかなか言えない、ほんの一瞬でもあなたと一緒ならいい思ってる、余計な言葉はシルク臭くなるけど、ミツバチ大群空危ない、あなたはみんなで一緒に逃げよう、クレイジーゴナクレイジー、雪が降り街並みをラビューゴナ走り抜けてる道よ。オッケー。うん。いややっぱり人生を変えた一曲だけあってさ、いいよ。はい。あとあれもいけるかな。あの西城秀樹さんのやつ。うん。はい。もうそこも歌詞わからんところはパパと自分なりに埋めちゃっていいから。はい。うん。交差点で100円拾ったよ、転がる石ころ蹴飛ばし走る夢なんてちっぽけな石ころさ、転がる石の狭間にベイベー俺たち飛んで行け、傷口抱えたまま、そんなもんだろベイベー、夢から光る午後レモンティー飲んでけよ、きっと甘いさ。あの替え歌してくださいって言ってるんじゃないかもし歌詞がわからんようになったとこだけやってくれたらよかったんですけど、サビは知ってますよね、みんみんな、なんそのままわからなくなっちゃってっていうのを、キスミーはいいですか、あ、なんかキスミーも、もしよかったら、あー、聞いてみたい、そのさんからのリクエストで、キスミーじゃあ、ちょっと、はい、行かせてもらいます、お願いします、キスミー、その唇、その胸、舐めたい夢に走り込んでいくこの筋取りたい、待ち明かれるこの言葉最長は最長はいつのどこかに走り出す夢、混ざってる、混ざってますよね、俺たちが走っている、キスミ聞きたいの、きつく縛っている日もKiss me, その唇、その胸、舐めたい、どっちを歌いたい、愛を込めて歌う、この顔見つめて、ああ走る、ワンチャンチャンチャン、ドド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 、舐めたいワンツー、この言葉でお前もこっち来い、
自分でも多分気づいてないんやろうね、はい、あの走れ正直者がもう入ってたから途中で、はい、あ、本当ですか、すいません、で完全に見失ってからオリジナルメロディーというか入ってましたし、はい、いやでも気持ちはすごい伝わってきました、はい、全然なんか OK とか言ってくれられないんでなんかね、ずっと見てたいって思ってしまいました、こっちサイドの、はい、こういうことを、あなたは平気でやらせてたっていうのが分かっていただけたら、はい、もう全然もう十分です、はい、はい、本当ありがとうございました、はい、終わりましょう、はい、今日は今日ちょっとほんまに皆さん頑張ってくれました、今日はもう終了最後追い詰められて一人になりたいから終了って言ってる、違います本当に、はいはい、僕もちょっと反省してもう一回心改めるんで、番外編一旦終了です何か予定は何何怪しすぎるパンツキュンドンドン、僕らは今幸せの頂上アキナのアキナイチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします、グッドボタンも押してください、グッドボタンもね本当に先生好きなんだけども、うん、この見終わるたんびにね、SNS でぜひね、うん、拡散してください、この徐々には伸びていってるんやけど、徐々にね、ガンと行きたいもん、ね、ガンと行ってみたいよね、はい、一回見たい、そういう景色が見たいよね。